アナトリー・ソロフィエフ・マイケル・ロペス・アレグリア、戦察危検査用延長ブームに取り付けられた、スコット・パラジャインスキー。STS-120。左、ロバート・エル・カービーム。右、クリステル・フォーグレッサング。STS-116。宇宙遊泳累積時間記録の一覧は、宇宙遊泳の時間が、最長の宇宙飛行史上位30名の記録の一覧である。 現在最長記録を持つのはロシア連邦宇宙局のアナトリー・ソロフィエフであり、16回の宇宙遊泳で82時間22分である。なお、この一覧は2009年11月23日時点における記録である。A.B. ウィリアム・ハーウッド・ ISS エ・エバスタティスティックス。CBS ニュース2007年11月8日閲覧。 NASA エクストラビヒキュラーアクティビティーズスタティスティックス NASA 2007年8月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年11月9日閲覧コレクトスペースアストロノーツメイクハンドレスステーションスペースウォークコレクトスペース2007年12月18日閲覧 NASA スペースウォーカーズリプレイスソーラーウィングモーター NASA,2008 年1月30日閲覧。タリクマリック、スペースステーションコマンダーブレイクススペースウォーキング、レコード。スペースドットコム。2007年12月18日閲覧。ウィリアム・ハーウッド・フォー・ CBS ニュース、スペースウォークナンバーサンエインズ。SPACEFLIGHTNOW.com。2008年11月22日閲覧。 ありがとうございます。